広崎公会で宣令を受けた14名で結成された広崎バンドの集合写真広崎バンドは青森県広崎市の広崎公会で始まった青森県の初期のメソジスト派のキリスト教信徒たちの集団を指す言葉である。広崎バンドの指導者メソジスト派の宣教師、ジョン・イング、広崎バンドの発祥地の広崎教会メソジスト派、キリスト教のアメリカ人宣教師、 ジョン・イングと元広崎藩主で横浜バンドの本田洋陽一の協力により1875年6月6日に8人が洗礼を受けた広崎公会を設立した10月には学生を中心として22名が洗礼を受ける1876年には B 協会に加盟するこの頃に始められた広崎公会で日曜学校が開始される 十数年後に組織化し、青森県発のミッションスクール来徳女学校を設立する。イングは1878年まで東欧義塾に教師として在任する。東欧義塾の講師、菊池九郎や菊池の母親菊子、本田洋一の妻、本田美代子など35人がイングから洗礼を受けた。大部分は東欧義塾の教員と学生であった。 1886年、本田陽洋一が仙台 B 協会に転出するまで55人が洗礼を受けた。広崎バンドのメンバーは青森県各地に講義所を開設し、シントラが交代で説教を担当した。1878年には黒い講義所、1879年には青森講義所を開設し、1886年、藤崎村に講義所を開設した。 弘前バンドのメンバーは、キリスト教伝道、教育、政治、産業、文化などの様々な分野で活躍した。守る武器宮火、P16 から18、地の潮世の光として、藤崎教会100年記念誌 P192、日本キリスト教歴史大辞典では、伊藤春山と表記されている。しかし、伊藤春山とする文献もある。ありがとうございます。